こんにちは。タロット占い師のアポロです。ウィザードリー7、ガーディアの宝珠、実況プレイ21回目、やってきます。前回は、とうとうね、レンジャーに転職しました。とうとうはずっとサイオニックだったんだけどね。で、できれば、サイオニック系の呪文を使える、なんだっけ、職業、文句に転職したかったんだけれど、なかなかね、レベル8になっても、能力値が条件を満たすことができなかったので、ちょっときつかったのでね、レンジャーに転職して、まあ、様子を見たいと思います。系統が違っちゃうんだけどね、呪文のね。それは仕方がないというか、仕方がなくはないんだけどね、本当はね。おっと、こんなところでサバントガード。ちょうどいいや。で、経験値稼ぎにはちょうどいい敵なので。またほんの2、3日ブランク開けると、全然こう、コツが、わかんなくなるというか。そういえば、ファイターのヌアザは、モーニングスターを装備したのかな？そのせいで、もう戦闘が戦う、っていうかね、コマンドの選択の選択肢が何もないので、何もやることがないというか、ただ単に戦うだけの、戦士になっちゃいましたけどね。そんなんでいいのかどうなのか。まあいいんだろうけど。サバントガードは、あれが効くんだっけ？ブラインディングフラッシュ。で、レンジャー等とどうしようか。隠れられるのかな？隠れてみようか。ムアザは、モーニングスター、2回攻撃しましたね。とうとう隠れる成功。忍術はまだゼロだったから、隠れる可能性が低かったんだけどね。隠れる可能性というか成功率。で、シーフは戦う。このヌアーザね、戦うってやっても、戦うっていうコマンド選択しても、他に選択肢がないから、こんな感じでね、すぐ次行っちゃうんだけど、まあ、防御でブロックができるのが唯一、まあ選択肢としてなんか、あるんだけど、そう、ファイターね、盾で防御できるっていうのは結構、こう使いどころかなとは思ってんだけどね。隠れた塔とレンジャー攻撃してみようか。で、エンジェルズタンク。縦でブロックすると何が違うかっていうと、なんか2倍のダメージを受けなかったりするらしいんだよね。それぐらいしかメリットはないみたいなんだけど、じゃあ2倍のダメージ受けるってどういう時かっていうと、目つぶしさせられた時だけぐらいだと思うんだよね。あるいは敵が、なんだろう、特殊な攻撃してくるような時、特殊なっていうか、なんだろう、乱闘か。乱闘してくるような時、こっちが眠らされちゃったら、もうどうにもなんないんだけど、眠らずに防御できるって言ったら、目つぶしさせられた時ぐらいでしょ？そういう時に、ブロックをすればダメージをあんまりたくさん受けずに済むんじゃないかというね。そういう使いどころがあるので、レンジャーとの戦闘とかでよく目つぶしさせられるけど、そういう時に多少は役に立つのかな、どうなのかなと。
思ってるんだけど、まあどうなんでしょうね。いつも思うんだけど、なぜか最後の一体だけは粘るんだよね。不思議なくらいに。そうだ、デンジャーアポロは隠れよう。隠れられるということをすっかり忘れてた。倒した後に隠れてもスキル上がったりするのかな。レンジャートートの忍術が2ポイント上がってたら倒してから隠れてもスキルが上がるということだよね。ちょっと見てみましょう。スキル忍術が2ポイント上がってるから倒した後で隠れても忍術が上がったりするんだ、うん、はい。このまま行こうかな。あ、ちょっとヒットポイントがだいぶ減ってるな。よし、これで行こう。これで、どこへ行きたいかというと、そうだね。まあ、今は特に、どっかに行かなきゃいけないというよりは、レンジャートートの、おお、なんだこれ。やばいんじゃない？ラハーリックかな？違うかな？違う。チャームかけよう。グラントラッパーだ。グラントラッパーを魅了した。急戦してみよっか。怖いんだよな。和平。お、喜んでる。もう一回。喜んでる。もう一回。これ何がポイントなのかよくわかんないんだけどね。あー、怒らせちゃったよ。もう。マジックポイントだいぶ減っちゃったけど、もういっか。この先へ進みます。グラントラッパーね。怒らせる前にやめとけばよかったね。チャームが使えるの、今、レンジャーのアポロ一人だけだから、また NPC に出会ったら、ちょっと厄介ですよ。で、今回、てか前回は、北の森をさらに、西の方に行って、聖なる道かな？聖なる道とかいうところを、少し先へ進んでみたんだよね。まあ、要は北の森を西側に進んで、Tラングの領土あたりを、あたりまで行ったわけだよね。その辺で引き返してきたんだけど、あれ？今ちょっとなんか迷っちゃってるんだけど、迷うことはないんだけど、今道をね。サンダルが出てくるまで。あった。サンダル。このサンダルがあるところが、ガリエラと出会ったところをちょっと過ぎたところね。で、この辺りの森は、オルコグレの森ね。全然探索してないので、今回はちょっとオルコグレの森の中を歩き回ってみたいと思います。前回は北の方のね、森行って、ティーラングに遭遇したんだよね。ティーラングと、まあ戦闘してもいいんだけど、ティーラングのね、領域に入ってもいいんだけど、今回はそちらまで行かずに、うん、ゴーン帝国の領土をね、少し歩き回って、ゴーンをやっつけていきたいと思います。っていうか、この森の中をね、ゴーンレンジャー、
目つぶしさせられた時の対策は一応考えてはあるので、なんとかなるんじゃないかなと思うけど。まず隠れる。ファイターは戦うしかできなくて。呪文。ブレイズで一気に倒すっていうのも手だよな。マジックポイント結構増えてるから、マジックミサイルも使えるんだ。まあでも、アーマープレイでやっとかないと。5体なので、ブラインディングフラッシュちょっと足りないな。何体だ ?1、2、3、4。ちょっとよ、これぐらい様子見とか。そして、デンジャー等とどうしようか。呪文なんか使える？攻撃呪文じゃなくて、テラーがいいか。テラー使っちゃえ。で、スリープ。あ、使えない。そっか。まあいいや、スリープ。パワーレベル1だけど。バードフレイヤーも俺今レベル1なんだよね。うん、ブラインディングフラッシュは1、2、3。あ、何体かかってるのかよくわかんないな。コーンレンジャー。よし。じゃあ攻撃。戦う。あ、違う。戦う。普通戦うってところ振り回すとか突くとか選択できるんだけど、ファイターヌアザーのモーニングスター選択できないんだよね。ビショップイシスもモーニングスターなんだけれど、それよりはもう攻撃呪文使っちゃおうか。ブレイズか、マジックミサイルか、だけれど、ブレスを使った方がいいか。あ、キュアレッサーコンディションがあるから、本当この領域も確保しておきたいんだけど。で、呪文。あんまりマジックポイントないんだよな。ああ、さっきチャームで使い切っちゃったから、まずいな。とりあえずシットボムかけとくか。これぐらいで。フレーズ。ホイッピングロック。効きそうな呪文はとりあえず打ちまくる。ホイッピングロッパーレベル1だから、あ、そっか。まあ、目つぶししてあるから多少はマシかな。で、アイテム。あれ？違う。間違えた。戦う？アイテム。え、ジェルタウン。あら、効かない。何が効かない？おっと、ダメージ受けてしまった。ミサイルシールドも撃った方がいいのかな。恐怖にすくんだとか言ってるか、テラが未だに効いてたね。パワーレベル1で撃った方がいいんだな。
なぜ効かない。セリーナ。よし、倒した。とうとう、ウォルパイク。お、でかいダメージ与えましたね。ウォールパイクは結構強いんだ。ダメージは思ったほど受けてないね。大丈夫だ。レベルアップするでしょ。石っすね。投げるわ、上げてこう。で、ここは、無人の上げられないのか。で、外交術。あ、なんか、結構上がってるぞ、いつの間にか。魔術。外交術をちょっとどんどん上げていきたいので、2ポイントぐらい上げちゃって。魔術上げておこう。はい。魔法は何を覚えられるの？このチャームを今覚えちゃうか、やっぱ回復重要なのでセインマインド覚えるかどっちかだけど、まあレベル的に、こっちを覚えるのは先かな。チャーム覚えよう。とうとうレベルアップです。能力値上がらないな、全然。とりあえずなんかもう適当に上げておこう、こうやってね。よし。そして、早わざ、指先技。忍術上げていくか。忍術どんどん上げていこう。そしてアイテム入手金額、錬金術。そう、錬金術を上げていくかどうかだけど、とりあえず上げていこう。18ぐらいまで上げるつもり。はい。ん？あ、とうとう連続でレベルアップ。能力値上がれ、スピード上がれ、バイエティ上がれ。上げてやがった。ストレングス上がった。それでもあんまり上がらないな。アックス1個上げて。で、今、ポールスタッフだから、ポールスタッフ。っていうか、弓が自動的に上がってんだよね。やっぱりレンジャーだからか。レンジャーだし。まあ、これ上げてもしょうがないか、でも。ボールスタッフちょっと上げとこう。で、忍術を上げていきましょうか。スカウトも自動的に上がってるよね。まあ、いっか。忍術上げてきます。そして、錬金術。ここが上がらないんだな、あんまり。はい。呪文は何しようかな。なんかみんなチャームを覚えまくってるけど、どうしようか。覚えちゃえ、チャームね。はい。チャームも、とにかくチャーム使いたい。スピード、ストレング、スパイエティ、インテリジェンス、デクスタリティ、スタミナ。アンド&ダガーを上げて、ここはどうすっかな。変装、発水、忍術。忍術、とにかく上げていくか。まずは忍術からね。で、あと進学。はい。フレイヤ連続で上がりました。
術を上げまくります。あ、そうだ、よじ登り上げていかなきゃいけないのか。よじ登り上げていこう。神学？神話学。呪文何にしようかな。このザップアンデッドっていうのは、アンデッド系を倒す魔法だと思うんだけど、やたらとマジックポイントの消費がでかいんだよね。まあ、魔法使いだからしょうがないのかな。とりあえずこれ覚えてみよう。アンデッド系に対処できる呪文はあった方がいいと思うからね。はい。レベルアップ一通り終わったみたいね。まだ回復は大丈夫だと思うので、この辺歩いていきましょうか。とりあえずね、左手伝いに、進んでいこうかなと思うんだけど、ゴーンスピアマン、これぐらいの敵が出るってことは結構楽だよね、呪文、呪文、あ、そっか、スリープ使えないんだ。敵の動きを封じたいんだけれど、何にもないの？何もないのか。しょうがないな。次コンビだ。テラスピアマンだからね、そんな怖がることはない。てかスピアマン以上の強い敵が出てきたときに、まあ対処をほとんどできないような状態だよね。当たるようになってきたね。ゴーンスピアマンかな、この感じは。戦った方が早いかな。戦おう。どんぐらいでいいんだろう。こんぐらいかな。いや、スピアマンならそんなに怖くないから、これぐらいでどうかな。ん？何が失敗したの？倒れないな。わあ、ゴーンランサーだった。これはいけない。隠れなければ。呪文、ちょっとね、ブラインディングフラッシュをかけて。そうだ。
奥の手があった。サイオニックブラスト。いや、サイオニックブラストよりは、スリープの方がいいのかな？スリープ正解だと思う。強い。そうか、ヌアーザが弱いんだ。逃げられた。ランサーのくせに。あ、ちょっと間違ったな。スリープは効いてないよ。ダメージだいぶ与えてるから物理攻撃でなんとか。わあ、ヌアーザ攻撃や。マジックポイントがね。まずい。ヌアーザが死にそう。ここでヌアーザが防御やっても意味ないかな、ブロック。レベルアップするかな？アスピア。あ、しない。これまだ鑑定できないか。なんかずっと鑑定できないんだけど。というか、そろそろ引き返した方がいいのかな。危険だな。返そうか。もう一回ぐらい戦闘行けそうな気がするけどね。うわ。おお、行けそうな気がするとか言っててちょっと危険だな、これは。弱いけれど敵の数が多い。隠れられないだろうな。アイテムなんか持ってない？ないな。
戦おう、とりあえず。何かないかな。呪文。4、5、6、7、6。スピアマンだから倒せると思うんだけどな。呪文。アシッドボム。スリルサウンド。よし。敵の数多いけど、このターンで結構倒せると思う。聞いてる聞いてる。お、いいぞ。どっちがどっちだろう。これが弱ってる方かな、かなり。ちょっと待って。そして、こっちのゴーンは、フレーズで倒してみよう。倒せないな。あとは隠れよう。ヌアザが今全然戦力になってない。スキルが低いんだよね。逃げちゃうよ、どんどん。そろそろ引き返そうか。まだ大丈夫かな。ポール&スタッフ上げて忍術を上げて、錬金術を上げると。何を覚えようかな。アシッドスプラッシュ覚えちゃおう。それからフィギュアも。
効果投資、そう、よじ登りを上げていこう。はい。呪文図書か。あ、防御系ということで、いや、ポケット、折れちゃおうかな。さて、少しスタミナを回復して、ヒットポイントも回復した方がいいのかな。やばいね。とりあえず、回復が限界来てるので、引き返すしかないね。引き返しましょう。ここにサンダルがあるんだね。はい。じゃあ一旦引き返して。ジャイアントリザード。ブラインディングラッシュ効くかな。霊気系に弱いんだよね。あら。霊気系の呪文は、サイオニックブラストどうだろう。ディープフリーズ。あ、パワーレベル1でしか打てないか。アイスボールだ。おお、なんだこれ。34ポイントのダメージ。やばいやばい、死人が出る。ちょっと勘弁してよ。あ、ブラインディングフラッシュちょっと効いた。やばい。戦う。振るがいいのか、突くがいいのか、どっちだろう。防御しても無理かな。もう一回、あ、ブラインディングラッシュも使えない。ってことは、何かないの？ヒールウンズ使っとこう。呪文、サイオニックファイヤー。動きを封じたい。スリープ使えるかな？微妙。テラー。もうに、逃がしてもいいから、とりあえず、生き残る方が先決だよ。危ない危ない。テラー、テラーは効いてる。お、危ない。まだ少し治癒。二人がかりで半分ぐらいしか回復しないぞ。半分というか、三分の二ぐらいかな。やっぱ早めに引き返し始めたのは正解だったけれど、ギブアノドンは強いね。なんか強烈な一発が来るから怖いわ。強烈な一発は何なんだろう。あ、その動きが尻尾を振る動きしかしないから、
尻尾を振ったのかなとか思うけど、確か噛みついたとかなんとかって言ってたような気がするんだけど、よく覚えてない。よし、倒した。怖え。岩のど怖いっす。レベルアップするかな？セリーナ来た。レベル9だよ。セリーナずっと転職せずに一人だけ頑張ってるから、一番経験値は高いはずだけどね。その割には能力値上がんないな。ランド&ダガー上げてこう。久々のレベルアップだから、どれが取れたかよくわかんないんだけど、指先技を上げていけばいいのかな？そうだよね。指先技重要だ。早技も必要なのかな？なんかよくわかんないけど。指先技全部上げてから、いや待ってよ。シーフか忍者に転職するかもしれないんだよね。いや、これから、これずっと上げていこう。そして、なんだ、いつの間にか外交術が増えてるよ。マッピング上げた方がいいのかな？神話学アイテム。アイテム上げていこうか。アイテム上げる必要ないか。どうなんだろう。アイテム。マッピング上げてく？上げてみよっか。ヒットポイント回復は、マジックポイントはない。誰かよくさせる？マジックポイント使い切った。やばい。今、強力なモンスターに出会ったらやばいです。今、どの辺だ？まだ、ゴーン帝国は抜けたはず。スタックイーブルだ。助かった。使えない。スリープあるかな？あった。スリープ早く打って。よし。スリープ。イブラは完全に雑魚か。ああ、この辺は安全だと思うんだけどね。ヴァンパイアルークがまだこの辺出てくるから完全に安全とは言えないんだけどね。ヴァンパイアルークだとダメージがでかくなってしまう。この辺はもう大丈夫かな。でニューシティに入ると今度はまた人間型のモンスターが出てくるからね。この中は安全とは言えない。はい、無事に帰ってまいりました。これ回復ね。